浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2023年1月20日、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン8へようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。ではごゆっくりお過ごしください。桐竹門富こと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠におおきにありがとうございます。はい、今は大阪の自宅にてぷかぷかを録音しております。はい、ねえ、寒いですよね。なんか明日は寒気が来るみたいで、ちょっと怖いんですけどね。どれぐらいね、寒くなるのか。はい。でもまあ、なんとか、過ごしております。はい。大阪公演もね、あと1週間となりました。うん。コロナの影響もなくて、今のところ順調にというか、休演日もなく、公演できていることに感謝しております。はい。今回ね、役のこともあるんですけど、今度ね、3月の地方公演に、詐欺娘というね、踊り物の役がついたんですよ。はい。一回はね、使ったことがあるんですけど、出てる時間はね、本当に10分もない、8分ぐらいの演目なんですけど、踊り物ですごくね、難しいんですよ。はい。で、僕もこの左をね、初めてついた時には、そのお小遣いの人と、そうですね、一公演ぐらいね、ずっと二人で稽古しました。やはり踊り物なので、合わないことにはどうしようもないので、本当に稽古したんですけど、でもそれが僕にとってはすごく助かって、勉強にもなったし、自分がまさかね、詐欺娘をこうやって使うことになるとは思ってなかったので、はい。だからその時の稽古が体の中に染みついているので、フリーはね、ほとんどもう頭の中には、頭とじゃなくてもフリーはもう覚えてるので、あとはどんな風にこう形にするかっていうことに対してこれから進めていきたいと思いますけど、これはやっぱり左も足もとても難しい演目なので、もう左も左使いも足使いもあらかじめ教えていただいたので、東京公演に行った時に合間を見つけて、3人でね、稽古したいと思います。はい、ね、頑張って使います。もちろん東京公演のお勝ちもね、
頑張って使いますので、はい。ねえ、取り立ててね、何か変化があったという日常でもないので、はい、まあインスタにも載せたんですけど、まあ今年初の試作という形で、そんなもんっていうのをね書いたんですけど、まあ僕的には結構気に入っているので、今日は短いプカプカになりますが、それを朗読して終わりたいと思います。はい。じゃあ、そんなもん。そんなもん。そんなもんよが、あんたの口癖。何かを頼まれて、これでいいかと聞いたら、そんなもんよと一言返ってくる。良いことがあった日も、悪いことがあった日も、晴れても曇っても、そんなもんよと。心の明かりが少々ずれても、そんなもんよとやり過ごす。あいつがいなくなった日も、人生なんてそんなもんよと少しうつむいてつぶやいた。本当にそんなもんで受け止めているのかしら。こらえた涙はちゃんと海にたどり着いているのかしら。そんなもんは便利な言葉で、曖昧なようではっきりなようで、大丈夫に似ている。そんなもん、そんなもんと自分に言い聞かせて、子守歌みたいに、それとも強がりの応援歌みたいに。もうダメとか、限界とか、辛いとか、苦しいとか、口に出したら本当に泣いちゃう。笑顔でそんなもんって上を向いてつぶやく。悲しみが空に蒸発するように。そんなもんよ、そんなもんさ、そんなもんか、そんなもんだ。ほら、なんだか明日が笑ってくれそうな気がして。今日は旅をしていますということで、一体どこに出没するのか、まずはこちらからお聞きください。どうも。今私かなりいつもと違うところにいるんですけれども、実はカフェの中にいるんですよ。もともと浮かぶカフェはカフェじゃないかって、いや違うんです、今本当のカフェの中におります。そして場所はですね、ここはどこでしょうか。こちらのカフェの店主の方に聞いてみます。
こんにちは。こちらはマルールカフェといってバンクーバーにあります。バンクーバーにあるマルリルカフェにお邪魔しております。バンクーバーというのはカナダのブリティッシュコロンビア州という、カナダの中でも一番、西そう西にある町ですね。そこにあるマルリルカフェという日本人のオーナーさんが経営されているカフェなんですけれども、実はなんかここにもう一人人が、メニューを紹介してほしいと。例えばどんなものがあるかと言いますとですね、じゃ今このカフェのメニューを上から読んでみたいと思います。カツ丼、エビカツ丼、親子丼、きのこ丼、親子ウィズきのこ丼、麻婆豆腐丼、明太子うどん、こんなものが、それの他にもいろいろ実はあるんですけれども、ガーリックオムライス、そして日本の朝食、日本式の朝ごはんなんかもあるという。でもちろんサンドイッチとかそういう普通の、カナダでありそうなもの、ベーグルとかサラダとか、そういうものもあるお店なんですね。そして飲み物もものすごい、もうなんか読み切れないぐらいたくさんあります。アルコールもあるみたいです。ですね、なんでここに私は突然いるかと言いますと、24時間だけワープしてきました。なぜか突然ですね。そして実は昔この近くに私住んでたんですね。なのでここの店主の園子さんにはすごいお世話になったんです。そして先ほど、ここはマルリルカフェですっていうふうに言ってくださったのが園子さんです。はい、社長さんにはずっとお世話になっておりました。その説はありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、そして今日はですね、せっかく実は10年ぶりにここにやってきたんですけれども、いやもう懐かしいというか、もうそのまま、周りはいろいろ変わって、時代もいろいろ変わっているんだけれども、ここだけは時間の流れ方もなんか全て同じような感じで、もうさっきからもう胸熱です。そこでマルリルカフェは何年これで続いてるんですか？こちらは今12年になりました。12年もカフェを続けてらっしゃる、素晴らしい、おめでとうございます。もう干支も一回りするという、そういう12年。でも簡単に12年と言いますけれども、いろいろご苦労もあったと思うんですけど、どんなのがやっぱりカフェの経営で難しいところでしょうか？そうですね、バンクーバーというかカナダは日本と違ってワーキングホリデーとか短期滞在者の方が多いので、常にそのトレーニングをし続けなきゃいけないっていうところが多分一番大変だったと思うんですけど、でもお客さんはローカルの方が多くて、で日本とか日本の文化が好きな方が多かったので、それで頑張って乗り越えられてきたと思います。なるほど。そうなんですよね、カナダにはワーキングホリデーという制度がありますので、若い日本人の学生さんとかそういう方が短期間だけここで働いて帰るなんてこともあるので、そういう従業員の方というか、それが入れ替わりが早いので、それでこういろいろトレーニングが結構大変だったりするという、そういうようなお話でした。カフェやっててやっぱり一番楽しいことって何ですか？一番楽しいことは、そうです、やっぱりスタッフと話したりお客さんと話したり、あと新しいメニューを考案した時にお客さんに褒めていただいたり、で最近はインスタにもいろいろ上げてくれる方がいらして、それを発見するのがすごく楽しいです。最近の一番新しいメニューは何ですか？今年今マンスリースペシャルをいろいろやってて、今月は唐揚げ丼です。唐揚げ丼です。マンスリースペシャル、ぜひお近くにお立ち寄りの折はマンスリースペシャル、まだ1月時間がありますので、ぜひ唐揚げ丼行ってみてください。さて、なんかさっきがですね、なんかもう一人このスペースの中にいるんですよね。今これもう閉店した後のカフェの中なんですけれども、一体この方はどなたなんでしょう？さっきからなんか写真を撮りまくっている方がいらっしゃるんですけれども、ご挨拶していただけますでしょうか？
なんかいい、なんか黙って。でも実はこの方はですね、あのカナダといえば、そして、あのこのうかぶカフェをずっと前のシーズンから聞いている方は、なんかカナダからすごくこう投稿している方がいたのを覚えていらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。確かラジオネームがメープル様ですね。そうなんです、こちらにいらっしゃるのはなんとそのメープル様なんです。メープル様、一言お願いいたします。なんか全然声はしてくださらないんですけど、そういうことなんですか。無理、ダメ、なんで恥ずかしいって言ってます。本当に恥ずかしいんだそうです。分かりました。じゃあまあでも多分こういうふうに話してるうちになんかこう声も出てくるんじゃないかと思いますので、もう時間がない。あ、そうですか。もういい加減にしてほしいと、うん、大丈夫と園子さんは言ってますけれども、実はそういういいんですか、正体明かしちゃって。メープル様のダメダメ、まあ、じゃあなんかあの謎の人物メープル様ということで、メープル様は実はあのこう写真をよく撮ってらっしゃる方なんですね。まあそれがお仕事であったりもするんですけれども、このマルリルカフェにそのメープル様の写真がたくさん飾られております。なのでここに来ればメープル様のこのカナダのさまざまな街角や四季の美しい写真が見れるばかりではなく、もしかしたらメープル様がいるかもしれないという。なのでぜひ、カナダにお越しの折は、バンクーバーにお越しの折はこのマルリルカフェに来ていただければ。なんかあのずっとそこで今メープルさんがジェスチャーで宣伝してくれてます。ジェスチャーで宣伝するのになぜか声を発してくださらないんです。でもおそらくまたこれからもいろいろリクエストなんかを送ってくださるんじゃないかなと思います。じゃあ、その子さんと2人でじゃあさようならということで、はい、それでは皆さんさような ら今年も1年よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝になりまして、今さっき再びマルリルカフェにお邪魔して、ちょっと遅めの朝ご飯をいただいてまいりました。昨日このうかぶカフェのヘビーユーザーメープル様からのリクエストで、一体私は何をマルリルカフェで今日朝食に食べるのかぜひ放送してほしいということでしたので、何を私が食べたのか、いろいろメニューがあって迷ったんですけれども、いえ全然迷ってません、実は一択でした。日本の朝ごはん、それの全部ついてるやつです。それにほうじ茶をいただきました。何がついていると言いますと、卵焼き、鮭の塩焼きですかね、なんかあと、納豆、冷ややっこ、海苔、味付け海苔、そして、漬物、お漬物、それにお味噌汁にご飯です。いやもうこのお味噌汁をすすった瞬間にふやーとかいう心の声が響き渡りまして、和みきりました。そして結構まだそうですね、早い時間だったんですけれども、お母様と一緒にやってきている息子さんがご飯を食べていたり、若い女性の二人連れ、それから一人でやってきているカナダの男性、赤ちゃん連れのお母さん、いろんな方がこうゆっくりと朝の時間を楽しんで、ニコニコしながらご飯を楽しんでいらっしゃいました。ということで、このマルリルカフェ、私がバンクーバーに住んでいた時には、まあ、ちょっとあのバンクーバー冬の時代と私は呼んでるんですが、冬眠しながら、なかなか悶々としていた時期もあったんですけれども、その時に心の安らぎの場所として、そのカフェが今も10年経った今もですね、全く変わらないっていうんじゃないんですね、進化しつつもそこに同じようにそのホッとする空間を作っていたという、いや本当に
いい再会の時でした。カフェ店主の園子さん、そして丸さん、ありがとうございました。そして今回もあまりにも時間が短かったので、バンクーバーでお世話になり、いろいろお世話になりきった、お友達がいっぱいいるんですけれども、その皆様とお会いできなかったことを残念ですし、本当に申し訳ありません。また、結構すぐ来れたらいいなと思っております。というわけで今水辺にいます。もう本当にこのバンクーバーというのは綺麗な街なんですね。何がすごいかって、雲がすごい、水がすごい。そこに小さいボートが、こう水上バスみたいなやつがこう今目の前を通過していっています。さてさて、これから、電車に飛び乗りまして空港に向かいます。さて、次に降り立つところはどこなのか、お楽しみに。ではまた。というわけでフライトを終えまして、今新しい町に到着しました。目の前には大きなガラス窓があります。その向こう側に夜景が広がっています。向こうの方に何か丘のようなものが見えます。あれがもしかしたらハリウッドの丘じゃないでしょうか。ということで、ロサンゼルスにおります。この1日半ぐらいの、とても長いようでとても短いようで、やっぱり永遠のように長いような旅をしてきました。懐かしいあの人の優しい顔を思い出しながら、ありがとうと伝えたいなと思っている、そんな旅の夜です。皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、そしておやすみなさい、またおはようございます。長谷川徹でございます。ヤンでございます。ということでですね、はい、珍しく連続でお邪魔させていただいておりますよ。珍しいですね、本当に。先週ですかね、宣伝させていただきました、中村陽さんという方のダンス公演花の名前に出演しておりまして、無事終了いたしました。ありがとうございました。ですね、向田邦子さんという脚本家、作家の方の花の名前という短編をダンスでということで、いろいろとこうやらせていただきましてですね、初演の時もあったんですが、私歌をそれ作っておりまして、その歌っていうのがあれですわ、向田邦子さんのそのね短編の文字をそのまんま歌にした部分っていうのがあって、本当に恐れ多いんですけども、こことね、浮かぶカフェと同じように、いろんなお題というか、ね、歌詞を実際にいただきまして、実際に歌を作りまして、それをご披露させていただいたんですけれども、多分その時に一回ここでも歌ってるんじゃないかな、歌ってないか、どうだったかな、歌ってないかもしれない、ちょっと思い出せない、歌ったような気になっちゃってるだけかもしれない。そうなんです、これちょっと披露できるのかできないのかわかんないんですけど、まだちょっとオッケーっぽかったらここでも歌えますね。というわけで今日はですね、ちょっと先週ね、同じように歌わせていただきました砂の人々さんへの、砂の人々さんがくださったメッセージ、 H2O さんが元気になる歌ということで歌わせていただいたんですけども、それの感想というか、いただきましたので、ちょっと読ませていただきたいと思います。
件名ヤンさんありがとうございました。メッセージ1月13日の歌声喫茶でヤンさんバージョンの元気が出る曲聞きました。 H2O さんのことをお気遣いいただきありがとうございました。先週ご本人に会い元気な姿を見てほっとしていたところだったことと、バンプオブチキンよりとお話しされていて、私もバンプ好きなので嬉しさが倍増しました。歌詞の内容もマイナスだと思えなかったのは、今の自分の心の状態が元気だからかなと思えたことも良かったです。ありがとうございました。浮かぶカフェ店主の幸代様、今回もほっこりした気分にさせていただきました。ありがとうございます。というわけでですね、ラジオっぽくないですかこれね。えこれ、この私があのメッセージお題リクエストいただきまして、歌を作ってお返しして、それのお礼メールが来てると、やり取りしてますよ。ラジオっぽい、私が憧れたラジオっぽいです。こういうのとても嬉しい、これからもやっていきたいと思っております。皆さんとね、やっぱりこうやってコミュニケーションを取るっていうのすごく嬉しいんですよね。あのありがとうございます。本当にね、一通さん本当元気になられたということで本当に良かったです。砂の人々さんもありがとうございました。こんな風にですね、ラジオのいいところってやっぱこうお顔を拝見したこともないし、あの実際に会ったこともない方々とこうやってこう声とか、まあそういうものだけでやり取りできるっていうのすごくいいことだと思うんですよね。で、先々週ね、トミさんの歌詞に歌をつけさせていただいたのも、ラジオで、すごく喜んだ、コメントと、喜んでいただいたというコメントをいただいたりとか、あとね、昨年末には村村さんが私たちのインシーというダンス公演を見に来てくれたということもお声で聞くことができまして、こんな風にですね、こういろんなところでやり取りできているのとても嬉しいと思っております。思いを馳せるっていう言葉があるじゃないですかね。こう会えない人、もしくは今いない、ここにいない人のことを思うっていう、まあ、ことだと思うんですけど、この思いを馳せるって言葉すごいいいなと、僕すごい好きな言葉だなと思うんですよね。何かこう、まあ、もちろんコロナ禍のこともあって、何かこう実際に会えないっていうことがすごく続いたりとか、まあ、実際そうじゃなくても会えない人っていうのはいろんな形でいると思うんですけど、なんかこう思いを馳せるっていう、なんか馳せるってなんじゃいみたいな、まあ、なんていうんですか、あれですかね、ちょっと調べてくればよかったんですけど調べてこいよって感じですけどもね、馳せるってやっぱこう飛んなんか走っていくみたいな感じだと思うんですよ。でこの人元気にしてるかなとか、会いたいなみたいなこととか、こんな人なのかなとかさ、ですよ、そういったこの相手のことを思う心が、その相手に向かって走っていくような思いっていうのを馳せるっていう言葉にこう込めるって、めっちゃセンスあると思うんですよね。本当にこの思いを馳せるっていうことが、その今僕がここのラジオね、とか歌浮かぶカフェ、歌声喫茶でやれてるっていうのは、こうなんかすごくささやかかもしれないけど、なかなかとっても嬉しいことだと思うので、この思いを馳せるっていうことを、まあね、本当に珍しく毎回来てるからこんなこと言ってますけどもね、続けていきたいなと思っています。本当だよ、本当続けていきたいと思っております。というわけで今日はちょっとだけ、ほんのちょっとだけ、思いを馳せるの57577のっぽん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 思いを馳せる、その隙間、赤ですね、ちょっと思いを馳せるで、短歌ですよね、五七五七七を読んだのを歌ってみました。皆様も思いを馳せてみませんかということで、今回はこれにて、
相変わらずですが、お待ちしております。いろんなお題、ぜひ思いを馳せましょう。それではまた次回、長谷川徹でした。ヤンでした。ヤンでした。ヤンさんへのリクエストは E メールアドレス ukabucafe@gmail.com、 ukabucafe@gmail.com、 または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えて、ヤンさんに歌ってほしい言葉や文、その他さまざまなお題をお送りください。そして番組へのご感想やリクエスト、ご常連の皆様へのファンメッセージもラジオネームを添えてぜひぜひお送りください。それでは浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。